皆さん、こんにちは。このビデオは日本語能力試験 N3 練習問題文法のナンバー10です。じゃあ、始めましょう。問題1、次の文の括弧に入れるのに、最も良いものを1234から1つ選びなさい。考える時間は15秒です。答えは4番です。このビルはエレベーターがないから、7階でも階段で行くしかないですね。何々しかないわ。他に方法がないので、そうしなければならないという意味です。階段で行くしかないですね。このビルはエレベーターがないから、7階でも階段で行くしかないですね。答えは1番です。この漢字の読み方は難しくて、日本人でさえ読めない人が多いです。日本人でさえ、日本人でさえもと言っても OK です。日本人でさえも読めない人が多いです。この漢字の読み方は難しくて、日本人でさえ読めない人が多い。答えは4番です。A さん、昨日新宿で Lee さんに会ったよ。B さん、Lee さんといえば、先月結婚したって噂に聞いたけど、本当なの？本当なんですか？何々といえばは、相手の話を聞いて何かを思い出した時に使う表現です。So, talking about Lee さん。もう一度 A さん。昨日新宿で Lee さんに会ったよ。B さん。Lee さんといえば、先月結婚したって噂に聞いたけど、本当なの？答えは3番です。A さん、お客様がお見えになったら会議室に案内してください。お見えになりますはいらっしゃいますと同じ意味です。来ますの尊敬語です。お客様がお見えになったら、お客様がいらっしゃったら会議室に案内してください。案内しますは会議室に連れて行ってください。To guide him. お客様がお見えになったら会議室に案内してください。B さん、わかりました。答えは3番です。彼女の明るい表情からして試験に合格したに違いない。何々からしては何々から判断すると、判断、ジャッジ、ジャッジすると、何々からして
イコール何々から判断すると、または何々からすればも OK です。So, judging from 彼女の明るい表情、表情は顔の expression という意味です。彼女の明るい表情からして試験に合格したに違いない。答えは2番です。シャツにケチャップがついてしまい、いくら洗っても赤い色が取れない。赤い色。ケチャップの赤い色が取れない。取れませんは not come off。シャツにケチャップがついてしまいました。それで何回も洗いました。何回も洗いました。でも赤い色が取れないです。いくら洗っても赤い色が取れない。いくら何々でも、イコール、どんなに何々でも。ですからここは、どんなに洗ってもも OK です。シャツにケチャップがついてしまい、いくら洗っても、どんなに洗っても赤い色が取れない。答えは1番です。日本人だからと言って、日本人だからと言って、just because 日本人。敬語、尊敬語や謙譲語。敬語が正しく使えるとは限らない。何々とは限らないは必ず何々とは言えないという意味です。例えば、日本人だからと言って、漢字が正しく書けるとは限らない。漢字を間違える日本人もたくさんいます。敬語を間違える日本人もたくさんいます。日本人だからといって敬語が正しく使えるとは限らない。問題に、次の文の星のマークの部分に入る。とも良いものを1234から1つ選びなさい。考える時間は20秒です。答えは1番です。靴下を脱ぎっぱなしにしていたら、どこに行ったかわからなくなってしまった。バーブのマスフォームプラス、ぱなしにするは、何々してそのままにするという意味です。例、窓を開けっぱなしにする。窓を開けて閉めません。窓を開けっぱなしにする。電気をつけっぱなしにする。電気をつけて消しません。電気をつけっぱなしにする。昨日の晩、電気をつけっぱなしにして寝てしまいました。靴下を脱ぎっぱなしにしていたら、どこに行ったかわからなくなってしまった。靴下を脱いでそのままどこかに置きました。ソファーの上に置きました。そしたら靴下がどこへ行ったかわからなくなってしまいました。靴下を脱いでそのまま置いておきました。洗いませんでした。靴下を脱ぎっぱなしにしていたらどこに行ったかわからなくなってしまった。靴下が
どこに行きましたか？わからなくなってしまいました。答えは1番です。子供の頃、テレビでドラえもんを見たのがきっかけで、日本に興味を持つようになった。興味を持ちます。Have an interest. 興味を持つようになった。何々がきっかけでは、何々をきっかけにと同じ意味です。何かを始める理由やモチベーションを言うときに使います。子供の頃、テレビでドラえもん、日本のアニメのドラえもんを見ました。それを見て、私は日本に興味を持つようになりました。子供の頃、テレビでドラえもんを見たのがきっかけで、日本に興味を持つようになった。子供の頃、テレビでドラえもんを見たのがきっかけで、日本に興味を持つようになった。日本のアニメをテレビで見て、日本にまたは日本語に興味を持つようになった外国人はとてもたくさんいます。答えは1番です。田中さんはタイをはじめ、東南アジアの各国を旅行している。各国、each country, all countries。田中さんはタイをはじめ、東南アジアの各国を旅行している。ナウンプラスをはじめは、ナウンは代表的な例、代表的 representative example を表すときに使います。such as any。 例えば、日本で一番有名な山、日本の代表的な山は富士山です。富士山をはじめ、日本のいろいろな山に登った。私は日本のいろいろな山に登った。such as 富士山。田中さんはタイをはじめ、東南アジアの各国を旅行している。田中さんはタイをはじめ、東南アジアの各国を旅行している。問題3。次の文章を読んで、文章全体の内容を考えて、11番から15番に入る最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。考える時間は25秒です。11番の答えは3、12番の答えは4です。川野先生、まだ6月なのに、真夏のような暑さが続いていますが、お元気でいらっしゃいますか？真夏、Midsummer。真夏のような、like a Midsummer。真夏のような暑さが続いていますが、お元気でいらっしゃいますか？先生のおかげで、無事に、
無事に、successfully, without any accident。N3 に合格することができました。何々に合格する。N3 に合格することができました。本当にありがとうございました。川野先生、まだ6月なのに、真夏のような暑さが続いていますが、お元気でいらっしゃいますか？先生のおかげで、無事に N3 に合格することができました。本当にありがとうございました。13番の答えは4、14番の答えは2です。東京の会社に入って、1ヶ月の研修も終わり、研修トレーニング。私は営業部、セールスデパートメント、営業部で働くことになりました。ことになりましたは他の人が決めます。決めました。という意味です。会社が決めました。働くことになりました。まだ仕事に慣れなくて、not accustomed to, used to. 間違いもたくさんしていますが、教えてもらいながら、なんとか、somehow, 頑張っています。東京の会社に入って、1ヶ月の研修も終わり、私は営業部で働くことになりました。まだ仕事に慣れなくて、間違いもたくさんしていますが、先輩に教えてもらいながら、なんとか頑張っています。15番の答えは2です。実は、来週の木曜日から土曜日まで大阪に出張することになりました。その際はその時という意味です。その際、金曜日の夜にでも、先生にお会いできたらと思っているのですか？If I could meet you, 先生のご都合がよろしければ、一緒にお食事でもいかがですか？先月、初給料をもらったので、初めての給料、first salary。ぜひ、私におごらせてください。おごります to treat. おごらせますは causative form. So please make me treat you. Please let me treat you. ご連絡をお待ちしております。マイク・ミラー。実は来週の木曜日から土曜日まで大阪に出張することになりました。その際、金曜日の夜にでも先生にお会いできたらと思っているのですが、先生のご都合がよろしければ、一緒にお食事でもいかがですか？先月、初給料をもらったので、ぜひ私におごらせてください。ご連絡をお待ちしております。マイク・ミラー。今日は
以上です。お疲れ様でした。